京都へおいでやす、どうみつたぎょうと、あ、はい、今日はね、京都へおいでやすではないけども、ちょっとね、やっぱりいろんな視聴者の方からいろんな意見がありまして、たまにはコンビニの商品レビューとかもしてくれということで言われてたんで、ほんで今ね、セブンイレブンでね、なんかチャーシューが大量に乗った喜多方ラーメンが新発売されたという情報を聞き入れたんで、今から買いに行ってきます。それじゃあ早速行ってくるぜ。ゴーゴーゴートリプルゴーレスできます。京都駅のこの京都タワーの真下にいます。買ってきます。レビューかな。ラーメン大好き人間やったらこういうこともたまにはしなあかんと思う。はい、行ってきます。もうカメラは持ち込まないコンビニなんで。はい、ということで売ってましたよ、新発売。新発売ですよ、これ喜多方チャーシュー。うわー楽しみや。はい、中央で売ってましたよ、これ喜多方ラーメン。なんかすごいな、これ見るからにほんまに喜多方の番内食堂みたいな、喜多方ラーメン風のチャーシューが山盛り入ってます。はい、ほんでこんな感じですね。レンジでチン、カロリーが何倍やろ、カロリー598カロリー。これ日にちはちょっと気にしんといてくださいね、これは動画後日配信なんで。はい、ほんで麺が 170g、 結構入ってんな。いやー楽しみやわ。ということです。そしたらね、今日はねちょっとラーメンだけやったら寂しい気もするんで、ちょっとチャーハン食べます。チャーハン、まあご飯がねちょっと切れてて、ちょっとしか僕の玄米で作るんで、ちょっとしか米ないんやけど、ミニチャーハン、油を入れてミニチャーハン作ります。チャーハン、卵とお湯、卵、ほいで、これと玄米、ちょっとご飯があんまなくて、冷蔵庫で玄米しかなかったんで、ミニチャーハンになりますけども、ここで、ここに今日はハムと、ネギ、これでシンプルに作っていきます。シンプルイズチャーハンですよ。ラーメンもあるんで、まあ軽めのチャーハンということで、このここにですね、ここに、豆味のシャンタン、シャンタンと豆味のシャンタン、これを入れて、味の素、味の素ね。で軽く、これも男飯やから簡単に適当に、よし、これでいけると思う。これで、これでね、男飯チャーハンいけると思う。よし、よし、もうこれ、よし、これを詰め込んでいけるか、いけるか、よいしょ。こんなもんですね、こんなもんですね。まあいいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。これ男飯チャーハン、うまそう。これとラーメン食います。はい、はい、そしたらこれを電子レンジに入れます。なんでここで登場するのはこれですよ、昨日から漬け込んだ味玉、半熟になっているかどうかっていう話です。これがね、7分ぐらい茹でました。茹で時間7分、切っていきます。これが半熟だったら大成功です。チュー、うまそうやな。
これをね、ラーメンに入れます。そしたらチンしたので開けていきます。熱っ熱っ。これそしたら開けていきますよ。楽しみやわ。セブンイレブンの9月17日発売の新商品です。開けます。おー、ええ匂いしてる。これは贅沢やな。これはかなり贅沢よ。これこれこんなんやったらもうどうなんやろ。これコンビニでこんな本格的なの売ってええんやろか。これうまそうですよ、これ。はい、ということで完成です。うわー、やばいな、うまそうやな、これ。これやばいな。ほんで、さっき作った焼き飯。ほいで、これですよ。ほんで、これ。半熟味玉。これ乗していくから。もうこれすごい。魚介っていう、魚介かなんか知らんけど、すごいええ香りしてますわ。はい。もう楽しみで仕方ない。この半熟味玉。これを乗せて、いただきます。もう乗せます。よだれ出るわ。めっちゃええ匂い。はい、乗せましたよ。乗せました。やばいで、これ。スープがね、スープどんなやろう。あっさり系なんですよ。福島の喜多方ラーメンはあっさり系なんですよ。これあっさりでしょ。このあっさりがね、食うてるうちにこのチャーシュー山盛りの、油が染み出て濃厚になっていくんですよ。これが喜多方ラーメンの売りですよ。ほんで麺はどんなやろう。麺はね、多分縮れや思います。喜多方ラーメンは大体縮れ麺なんで。そう、こんな感じです。では食らっていきます。そしたらね、今日はコンビニですけども、本格的な喜多方ラーメンをいただいていきます。むちゃくちゃええ匂いしてる。いただきます。楽しみやな。うわもう、もうコンビニのレベルを超えてるわ。これ本格的やこれ。おうまっ。おマジでうまいよこれ。ちょっとこれ見よう。粗挽き胡椒ついてたやつ。粗挽き胡椒もええやけど、やっぱりもう胡椒やなこれ。俺はもうラーメンにはやっぱ胡椒やわこれ。胡椒入れたい。そしたらこれチャーシュー、チャーシューこれ山盛り入ってて、これチャーシュー山盛り。ほんまに麺バキュームの前にチャーシューですよ。チャーシュー、うん、もうコンビニっていう概念を覆したチャーシューですよね。口の中でとろけますよ。ほんで俺の半熟味玉をこの辺でいただきます。これけど中までしっかり味が染み出てうまい。最高や。ほんでチャーハン、さっき作ったらシンプルイズベスト。卵、ネギ、ハム、シャンタン、塩コショウ。いただきます。うん、うまいわ。うまいけどね、ちょっと米少なかったから味が濃い。うん、でもうまい。素人にしては絶品ですよ。ほんでこの辺で麺いきます。麺いきます。麺バキューム、本日も皆様のご自宅に麺バキュームをお届けします。いきます。Yeah.
うん、もちもち麺。ほんであの麺が平打ちの、縮れの、ご中太麺やから、あ、全然ボテボテにならないんですよ。よう考えてあるわこれ。うまいわ。このトロトロチャーシュー、これがもう10枚近く入ってますね。これ、これをね、黄身につけます。黄身につけていただきます。黄身トロトロチャーシュー、うん、これで594円ですよ。もうほんま本格的なんで、ちょっとあの家にいて本格的なラーメンが食べたいなという時、あとラーメン焼くめんどくさいなと思う時、これでいいんちゃうかな。ほんまそう思うわ。うん、うまい。でこの家で作るオーソドックスなハムで作るチャーハン、これもまだね、昔の母親の味ですわ。これがうまい。ようね、小学校とか帰ってきたら作ってくれてるんですよ、ハムで、ハムと卵で。チャーハンじゃない、チャーハンやけどチャーハンっぽくない、ピラフ的なチャーハン。分からんけどこんなんですわ。うん、でちょっと味変でニンニク投入します。ニンニク投入です。あー、これはニンニク入れん方がいいな。ニンニク入れたら本来のこの魚介のだし風な香りが完全にニンニク風味に変わるから、これはニンニクなしで食べてください。別に美味しくないことはないけどね、合うことは合うけど、この本来の喜多方ラーメンを楽しむんであればニンニクなし。はい、うん、いや他にもね、いろんなラーメン出てますわ、コンビニ、うま辛麺とか、あの北海道のあちゃあちまい、スミレも出てました。ほんであとね、ドンキホーテやらにゴーゴーカレーのインスタントやらいろんなの出てたんで、ああいうのも食ってみたいな一回。ゴーゴーカレーの激辛って書いてあったけど、もうあの以前あの18金カレーの最強バージョン食ってるんで、もう何も辛くないと思うけど、どういう味覚に感じるのかっていうのをもう一回再度チャレンジしたい。でラストですよ、これチャーシューと味玉、終盤になってきたらこのあっさりスープがチャーシューのあの油でこういう感じにこってりになるんですよ。これがまたうまいですよ。これがまたうまいけど、全部飲んでしまうんですよ。うまいわ。本気でうまいわ。最高やわ。もうほんまの喜多方ラーメンの味でした。ね、京都やったらね、京都駅の伊勢丹のラーメン工事に、万内食堂、喜多方ラーメンの店があるんで、何回か行ったことあるんですよ。あそこも美味しいです。また今度あのそのうち動画を撮影しに行きたいと思います。いやー、やっぱりね、喜多方ラーメン侮れないですよ。チャーシュー山盛りあっさりスープ、京都の人間の口にも合います。はい、よろしければセブンイレブン、
こちら売ってますんで、新発売の商品です。9月17日発売した商品なんで、結構売り切れても多いみたいですけども、よかったらお試しいただきたいと思います。大満足です。ごちそうさまでした。それではね、明日からまたあの京都や大阪の美味しいお店、配信させていただきたいと思いますので、チャンネル登録ご視聴のほどよろしくお願いいたします。それでは長々のご視聴誠にありがとうございました。皆様愛してます。ありがとうございました。うまかった。最後やってもうた、やってもうた、やってもうた。本日も最後までご視聴いただきほんまお気に入りです。京都や大阪に旅行へ来られる時の参考にしていただければ幸いです。これからもミスター京都うまいもん TV お頼もうします。